大体同じ年齢で6人組で座ろう。出てきたら座って。あ、今日の練習はこれで終わりか。いいよ。で一回座って、で、6人ものすごい、無駄だったな、この時間な。じゃあ、どうしていけばいいかっていうことを一人一人が感じないと進まないわけだ。じゃあ、自主的にも何か方法はあるんで、考えてやっていきましょう。はい、こう4つ置きます。逃げるのはライン上、マーカーのところはセーブ、マーカー1人、追い抜くことはなし、やべえ来たからってこう逃げるのはなし、必ずこっち行くんだったらこの人が解くってこと。目的は1つ、逃げ延びること。じゃあ守備の人はどうしていきますか。相手が5人だ、どう追い込むか、はい、どこでタッチしに行くか。いいですか、ちょっとやってみようか。見たのに助けてくれなかったよな。ああ、もうお前立つからでもいいじゃんじゃないやん。最高。おお、そうそうそう。だいぶ分かり始めたな。守備の人はどう考えますか。動かれた時に、パス出された時に動くのは次こっちだ。どこでタッチするの。これどんどん考えないと。どうぞ素晴らしい。はい、行こう。はい、みんなで行こう。5対1でボール回し。相手を見るってことないし、もうちょっと守備、いつ行くんだよ、いつ行くんだよ。自分で判断して行かなきゃいけない時がある。じゃあ一回もう一回行こう。うまいよ。これでも多分しんどいから。はい、はい。あー、素晴らしいから答え、答え。はい、じゃあみんな行こう。じゃあ今から2対1、ディフェンス1、攻撃2。おお、素晴らしい。ナイス。いけ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 。おお、おお、素晴らしい。攻撃、工夫しろ。うん、そう、いけ、ほら、止めろ、止めろ、いけ。寄せることはできてるけど、かわされたら一緒だよ。うん、考えて。パスコースを切るっていうのは一つの方法だけど、切りすぎたことによってドリブルされて点決められたら元も子もない。守るのはどこだ、ゴールだよな、先だから。どうやってコースを切るのか、縦切るのか、横切るのか。もう一回行こう。はい、そうこれオフサイドかもしれない。でもどっちが嫌、今の方が嫌って。相手を嫌がらせたら勝ちや。それを繰り返していくだけだ。先にパスコースを切るっていうのを優先にしすぎてドリブル行かれたのがちょっとやっぱりダメだったなって。自分のミスを分かったから、その実戦でも使えそうだなって。カウンターとか2対1になった時に、その先にドリブル切ってから、そのパスも取れるような位置に立つっていう時に使えそうだなって思いました。数的不利って時に、あの人数少ない時な、時間をかければ本当の試合だったら戻ってこれんだ、他の人が。だから時間かけさすっていうのができてる。ナイス守備。
で、モントが良ければ奪いに行けるのが一番モント。普段言われないこととかもあるから楽しい。趣味の時の間合いを自分の中で探すとか、そういうところはあんまり言われない。普段サイドバックやってるんで、後ろのポジションだから、カウンター食らった時とか、残された枚数とかも限るんで、人数が少ない時の守備っていうのは役立つかなと思います。普段教えられてないようなことが教えてもらって、そのためになるなって思いました。ディフェンスでその切ったらだいぶ取れたので、そこがいいなって。相手からのカウンターで、その数的不利になった時とかに役立つかなって。